はい、それでは、赤組は作戦会議タイムですね。はい、強敵地位を前にして作戦会議タイム。チロル君は今何人残ってるかな。6人ね。こっち何人、こっち何人。6、イーブン。うん、イーブンです。で、次で勝って抜けるか負けて抜けるかっていうような、まあほぼ五分やね。これ最後まで行くね。はい、あ、道端さん、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。あー、さすがに腹減ったぞガチで腹減ってきたすいません、もう少しお付き合いいただければと思います。残り6人、今回参加者合計92人、1人相対ここまでやってきました。66っていうことは、なんぼや、46人いたんか。8分、うん、まあもう少しや。はい、どうぞスーパーマリオで言ったらやっとクッパの面まで来たところですまだクッパの面8の1ぐらい。五分。下克上なるか。さあここで出てきた、アイス空手剣士アイス。悪ゲームで名を馳せる空手剣士。私も赤パッチョのカールラで非常にリスペクトしておりますが、さあバーダスチエ、さあ行く行く、攻める、ガン攻める、この思い切り、おっとここで切り返し、ワンチャントン、はい、サムネジ、さあまだ分からないぞ、おっとここからの、おっとクリーンヒットしてしまった。さあ切り返す、さあここでとりあえずパナスがバースト、ちょっと守りが入ってきたが、安全に直はするが、しかしここは直がしきれず、1本目取ってたのは空手剣士。さあラウンド2、ここから追いつくよ。さあ画面端に寄せていく空手剣士。さあ遠距離ではしっかりバルカ、さあここで集団から起こすか、しっかりゲームを支配していく。ペルソナを使ってペルソナからラッシュコンボ、補正が切れたがここで隕石、しかしこれが繋がらない。さあ直後このセットプレーをしっかりしのぐか、しのげるか、バーストもない。さあしっかりコンボ、しっかりコンボ、まだ入る。さあここで隕石、しかししっかりガード、ここでしっかり弾いてコンボ入れる、勢いでそのままいった。さあ絶対無理とのコメントいただきましたお疲れ様です。はい、ではポスコットカードの方プレゼントいたします。はい、皆さん、はい、どうぞ。はい、さあアイギスはどうしましょう。まあ、我こそ行ける人はっていう人が出てくれるのが一番いいんですけども、
さあ正直言ってチロル君には分からないですか。はい、僕は全然キャラ相性が分からないので、はい、じゃあ、もう、ね、誰もいないんやったらあの PSR さんで呼ぶしかないんですけど、どうです、どうします、いいですか、それで。じゃあ、黒鳥さんの鳴神使いの黒鳥さん、やっ、お、頑張ってください。はい、ここに、この段階で出場していただいている皆さん、ご覧いただいている皆さん、大変お待たせして申し訳ございません。申し訳ございません。ただただ、平山ありというところでございますが、これであと5っすか5? はい、ラスト5! さあ、はい、ナルカミ相手にどういった始まりを見せるか。さあ、ここでバースト、早めから使っていった。さあ、ペルソナカーディでしっかりラッシュ、しっかりラッシュ、これは強い。ここをつなげて画面端、さあ、入れ替わったがやっぱり画面端。さあ、様子を見ながら、この間合いが絶妙。さあ、ペルソナカーディで、マルカミが逆襲するか。しかし、なんとしてもラインを押していく。さあ、画面中央、しかし運ばれる。アイギスが、さあここで十文字合わせた。さあ、あとこれだ、教室の応酬ですね。実に派手な戦い。さあこの終盤、さあ先ほどは打って変わって四分陣を使いながら攻めるナルカミだが、さあしかしここでターンを戻していく。アイリスカーノツケンジ、さあ意地と意地のぶつかり合い、バルカンで追い払う。さあ絶妙に空中ダッシュを使いこなして対空、フェロソナ絡めてうまく連携していくぞ。実に素晴らしい、美しい。しかし鳴神を負けてはいない。さあここでコンボ入った、画面端でどうする、実に高速の展開。さあ守りはする、これが繋がらない。しかし打撃、ここでパラシュ噛んで後ろ行きやることない。しかしここでジオでなんとかしのいで、ここでチャンスない。なるかみ黒鳥破れる。さあ、こちらですね、ノベルティの方を差し上げます。はい、どうぞ。はい、お疲れ様です。お待たせして申し訳ございません。ペルソナ4ジ・アルティメット、はい、次イン真夜中アリーナ。よし、じゃあ僕の素人的な考えで知恵がいけそうだなと思うので、楓さん、はい、これ拒否ってもええで。そう、このキャラには知恵がいけるんじゃないかという僕の独断で。楓さんいらっしゃいます。あ、トイレ。あー、うーん、どうしましょう。多分鳴神は難しいんじゃないかなと思う。で、ちょっとクマの方は残しておきたいなっていう僕の素人的な考えなんですけど、いいっすよ、全然相談混じってきてもらってもいいっすよ、全然。もう勝つために来てもらったら、僕の意見は全然当てにならないんで。はい、大丈夫ですか、帰ってきました。あ、カエさん、いいですか。あ、どうも、すみません。相手、アイギスなんで、ちょっと、頑張ってもらいたい。はい、このゲーム稼働してからまだ9日しか経ってないんで、正直、正確なダイヤっていうのが、多分上級者でも分かってないですよね。この牙城をぶち壊せるか。金沢君、分かるこれ。全然やろ。そんな状況ですけれども。
キンバ、キンバ、いきなりキンバ。キンバ来た。さあ、バルカン。さあ、先ほどから何度も見ている光景、このテクダッシュ。炎上を続ける。空手剣士大活躍、完全封殺に近い。これはきついですね。アイギスをそんなにたくさん見ないんですけれども、やはり強いところがいうことなのか。さあここでCがターンに持っていくか。っとここでターン切れた。さあこうなると一回きっかけを作るのがちょっと厳しそうだが、さあダメージを取っていくのはアイリス空手剣士。さあ楓知恵どこまでやれるか。ワンチャン掴みたい。終わってしまった。強い強い、バリ強い。やはりこれはもう赤バトルのカルラのガマが効きましたかね。報われた感じですね。はい、ということでこれで3抜け。あ、それとノベルティですね。あ、楓さんもノベルティ、はい、グッズですね。はい、グッズです。白組があと3人になります。ノベルティありがとうございますさんと荒野ファンクラブさんで、マムルさんの3人になります。俺はこのキャラにクマとチエとナルカミのどれをかぶせていいのかよく分かってないんですけど、どうなんでしょう。僕はナルカミじゃないかなと今思ったんですけど、どうでしょうか。